あの時なんて言ってたっけ親父。仕掛けるポイントはラストの橋の区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろ。わかるんだよそれが。ま、これからが重要だ。黙って聞いてろ。うん。この時期のいろは坂は道路脇の茂みが枯れ始める。それがお前のチャンスだ。え？一個目の橋で花面をねじ込んでしまえば、二つ目の入り口は狭いけどギリギリを通す。お前の技術なら並んでいける。もつれて三つ目に飛び込めば、あとは運だ。せいぜい頑張ってこい。親父は小柏があのジャンプで来ることまで読んでいたわけか。だけど肝心のその先が分かんねえ。茂みが枯れ始める頃だってどうしようってんだよ。あと一つ、次が最後のヘアピンカーブ。その先の中高速セクションに入ればもう手も足も出ねえだろう。何もかも作戦通りだ。道路脇の茂みが枯れてアスファルトの段差が見える。分かった、あれをやれっていうのか。ここしかない、ラストチャンス。なんだ、この加速は。一体何が起こりやがった。クソタレが。来るぞ。どっちが頭だ。うわ、2台並んできた。ちっとでもラインを外せば両方ともコンクリートの壁に突っ込むぞ。負けた。地元の俺が落ち葉にやられるとはな。しかしすごいやつだ、藤原拓海。86が勝った。小柏のやつゴール寸前でスピンしたそうだ。そうか兄貴。帰るとするか、ペースかい。ああ。藤原拓海、やつはでかくなる。群馬エリアだけでとどまるスケールじゃない。凌介が目をかけているわけがよくわかるが、いずれ凌介さえも超えていくドライバーだ。そうか、わかった。こっちも撤収する。終わったってよ、勝ったのは86だ。バンザーイ、たくみが決まった。いった、すげえぞ。これから新86伝説が始まる。